皆さんこんにちは、トーマです。今回はこちら、セールスマンやっていきましょう。今回はですね、まあ何を持っていきましょうかね。よしよし、じゃあ、何もせず向かいましょう。さすがにバレましたか。はい、サボ商品を持ってないとサボになっちゃうんですね。なぜでしょう。まあさすがに、じゃあこの意識高そうな本を持っていきましょう。さあ、この意識高そうな本で、そのさあ、まだ行ってないヤバそうな人の家に行きましょう。さあ、誰が出てくるかな。おら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 、やかましい。こんにちは、私丸丸商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、金利をお伺いしたいと思います。だからやしましょう。どこ行こうか。ほんの数分で説明終わりますので、なぜか怒らせてしまったようだ。出直していきましょう。はい、今度はちゃんとやりましょう。おらに仲良か。こんにちは、私丸丸商事のアルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品ございまして、金利をお伺いさせております。お客さんだべか。あ、いえ、むしろそちらがうちの野菜を持ってってくれんな。無農薬だから体にはいいし、おいしいっぺ。あ、ありがとうございます。さあ、こちらのいかにもこの釜で数多の数を殺めてきたヤバそうな人の家をお伺いしたね。ありがとうございます。私丸丸商事でアルバイトを務めております、中田と申します。本日ご紹介したいのは意識高そうな本でございます。そうなんだ、新手の牛か。こちらが今回のパンフレットでございます。おー、牛小屋にこれ置いてぺ。いえいえ、今までの意識高そうな本とはわけが違います。さあ、牛になんか意識高そうな本を勧めるってやべえな、この人。そうですね、やっぱりね、意識高そうな本なんでね。そうですね、美味しくなって新登場。そうですね、絶対に当たる意識高そうな本ですよ。美味しくなって新登場、絶対に当たる意識高そうな本。さあ、どんな本なんでしょうか。おーっと、最新技術を集計した結果、この意識高そうな本はなんと食べられるようになりました。すごいですね。つまり美味しくなって新登場っていうわけです。しかもこの意識高そうな本は絶対に当たるんです。百発百中です。外ることがないんです。つまりこれさえればクックックック。おっと、失礼しました。すごいっすね。怖い怖い怖い、カマ振るな。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、もちろんこの商品はですね、本なんでね、そうです、取るんですよ。え、こちらの自己紹介によって写真を撮ると、できる人間になって気分が簡単に味わえます。さらに SNS 写真にアップすることで周りが一目を置かれること間違いなしです。オーラ、携帯なんて持ってないっぺ。すごいですね、今の時代で携帯持ってない。あ、下がっちゃった。さらにこちらの商品をいただいた方にアンケートをお願いしたところ、やっぱ意識高そうな本なんでね、やっぱ読んでない人が多いと思うんですよ。だから読んでないですね、この本は。みんな、なぜだ、なんと 99% の方が読んでないと回答されています。まあ小難しい本内容なんで読んでられないですよね。ダメですよ、読んじゃなきゃ。そしてこちらの意識高そうな本、特別価格1100円でのご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。どうすべかね。そうですね、不労所得、不労所得気になる、不労所得気になる、不労所得お金が使いたい、不労所得怪しい、資本主義の限界、不労所得お金が近くで、俺はさ、この商品買わなきゃいけない、キュースペ。俺は買って牛からいい商品だべさ。もう何言ってか分かんないっす。みんな困ってますよ。買わなくていいんですか。だから2個買うべ。嫁さんにはいらないな。わかりました。2個ですね。すぐお持ちいたします。さあ、本は2冊。1個は転売用でしょうかね。何でしょうね。さあ、2個も売れました。あ、なんか低いっすね。何ですか。みんな欲しいでしょ、絶対に当たる、美味しくなって新登場した本。もうダメらしいですね。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。